龍成達立つ番歴35年5月6日は、李氏朝鮮の戦争に仕えた最小で、文読、慶長の役に活躍した。字は、鹿もみ。号は西、送り縄文忠。派閥は東人、柳中英の次男。慶長道義城の出身で、李弘氏に受教を学ぶ。家居の芝見を経て、別詩文下で合格して、官僚となった。実は幼馴染みに、李春臣がいる。 小文院検知副政治から政治、春秋官期時間と順に昇格。1568年、町京。1569年、転籍高層猿狼となり、諸上官として、任にも赴く。以後、官職を順々登っていった。1590年、右犠牲に昇進し、後進三党、豊原夫婦君に除された。この豊原夫婦君は、 彼の継承としても使われる。翌年、左犠牲となるが、この頃、朝廷内で内紛が激化。1592年、豊臣秀吉の朝鮮出兵が起こると、都大殺しなどの養殖を歴任して、国政を主導した。金正一や、県立などを抜擢し、特に同じ村の出身で幼児から、面識のある、立春心を優遇したのも柳であった。しかし、 戦争と共に、平壌に退く途中、初戦で失態を犯した、金正一を支持していたことや、いわゆる和蘭の責任そのものを反対派に問われた結果、両犠牲に任命されたその日に、すべての官職から罷免された。しかし、民の援軍が来ると接待役となり、翌年、平安道偵察士となって、民の将軍李助将と共に、平壌を奪還。賛道と大殺士となって、 戦後を重ねて復権。再び領義制となり、朝鮮全軍を指揮する立場となった。また訓練途間を創設し、壊滅した軍の再建にも努めた。1598年、朝鮮と日本が連合して、民を攻撃するという誤情報を放置したと、北人派に残言されて、策略によって失脚。1六百年に、戦争によって復権されたが、老齢を理由に、 大臣職にはつかず、1604年、後進二党に上されて、豊原封印君に封された。以後、事実上隠居して亡くなるまで、執筆活動に専念した。また、竜成達は、以後の名手であり、これにまつわる逸話が多く残されている。竜成達は、非常に連結であり、製品に甘んじていたが、この実情を聞いた多くの民衆が彼の家を訪ねて、 資材を与えたという。上録は政治指導を行った龍成立達が秀吉の朝鮮出兵について朝鮮側からの戦後反省を込めて記した資料的価値が高い記録であり江戸時代には日本に伝来して出版されて日本側の朝鮮出兵士官に大きな影響を与えた。これを見た朝鮮通信士は国家機密が流出していると本国に報告し朝鮮国内では 流通が制限された。その他に、西州、新州6、A 忍録、勘家6等がある。ありがとうございます。